こんばんは、シュンパイロットキョウキョウです。前回はマットドッグ MD82 を使用して離陸そして上昇のやり方をご紹介いたしました。今回は降下そして着陸の手順についてご紹介していきます。まず動画の本題に入る前に、前回の動画の中に入れ忘れていた内容をご紹介いたします。入れ忘れた内容ですが、 VNAV を使用して巡航中に高度を上げたり下げたりする方法についてです。巡航中の高度を変更する場合、まずアルタティードセレクターで高度を設定します。その後 FMS のクルーズを押します。クルーズアルタティードに設定した高度を100で割った値を入力します。入力したらエクセキュートを押します。最後に高度を変更するためにオートパイロットの VNAV を押します。これで VNAV を使用して高度を変更することができます。以上が前回の動画に入れ忘れた内容です。しばらく飛行を続けていると ND の画面に T/D という緑色の文字が出現します。フライトコンピューターが計算した降下を開始するトップオブディセントを表示しています。VNAV をオンにしている場合、トップオブディセントを通過すると自動的に降下が開始されます。アルタテュードセレクターを回して高度を着陸用の高度3500フィートに調節します。今回は ILS で着陸するため、着陸用の周波数とコースを確認します。 FMS のイニットレフを押します。アプローチリファレンスに ILS 周波数とコースが表示されます。これらの内容を正面にあるナブ周波数とコースにそれぞれ内容を入力します。もしオートランディングする場合は左右の周波数とコースを一緒にします。今回の場合、周波数については 110.1、 コースについては322に設定します。トップオブディセントを通過したため飛行機が自動的に降下を開始しました。 ND の右側にその地点での高度の目標を示すマゼンタのひし形が表示されます。このひし形が上下することにより磁気の高度がどれくらいずれているかを表示してくれます。エンジンハイドロリックポンプをローからハイにします。こちらはマウスホイールで操作します。アグジュリアリーハイドロリックポンプをオンにします。トランスファーポンプをオンにします。着陸用の DH を設定します。大阪国際空港の DH については250フィートとなりますので250に合わせます。気圧高度計のミニマム高度バグを設定します。高度バグについては10フィート単位での調節となります。今回の場合281フィートがミニマム高度となりますので290フィートに設定します。センターポンプをもしオンにしている場合、降下するタイミングでオフにします。14000フィートになりましたので、バロセレクターを回すかキーボードの B を押して気圧を調節します。着陸用のパフォーマンス計算を行います。 EFB のパフォーマンスを押します。タブをテイクオフからランディングに切り替えます。まずエアポートに着陸する空港の4レターコードを入力します。今回は大阪国際空港になりますので RJOO となります。ランウェイコンディションについて、乾いている場合はドライ、濡れている場合はグッドを選択します。ウィンドとオートに風の強さと気温を入力します。こちらはメターなどを参考にして入力します。もし風の補正が必要な場合、アドリファレンスに風の補正を入力します。今回は5ノットを加えます。ランウェイで着陸する滑走路を選択します。着陸用のフラップを設定します。フラップについては11-28 15-40 15-28 が選択できます。今回は 15-28 を選択します。この方法はまずフラップを15度まで展開した後、着陸時に28度に展開する方法になります。 QNH に気圧を入力します。スラストリバーサーの使用可否について選択することができます。今回は Yes を選択します。使用するオートブレーキを選択します。今回はミディアムを選択します。ランディングウェイトに着陸時の重量を入力します。着陸する機体の重量については、フューエルクオンティティに記載されているトータルフューエルグロスウェイトと FMS のプログを押し、そして RJOO に記載されている 9.7 を確認します。
この 9.7 については着陸空港 RJOO に到達した際の残りの燃料予測が9700ポンドであることを表示しています。現在は1万と450ポンドになっていますので、750ポンド燃料が使用される計算になります。現在のクロスウェイトから750ポンドを引きます。答えは13万2500ポンドとなります。13万2500ポンドをランディングウェイトに入力します。キャリキュレートを押します。着陸速度が計算されました。今回の場合フラップ28度で144ノットになります。その間のフラップと速度の関係については0度で184ノットに設定し、15度で160ノットに設定します。ニットレフをもう一度押します。クロスウェイトに先ほどの13万2500ポンドを1000で割った 132.5 を入力します。1万フィートになりましたので、ノーズライトとウィングランディングライトをオンにします。オートブレーキをミディアムに設定します。速度バグをクリックし、着陸用の設定にします。着陸空港が30マイルから40マイル手前になりましたので、速度を200ノットまで減速させます。減速が遅い場合、スピードブレーキを作動させます。どうしても速度が下がらない場合はフラップを0度にします。 TRP を確認し GA を押します。テレインレーダーをオンにします。エンジンイグニッションセレクターをボースにします。 PA ボタンを押します。途中でランディングギアの警報が出る場合があります。警報を消す場合はスロットル下にあるスイッチを押します。スピードセレクターを調節し、速度を160ノットに設定します。フラップを15度に向けて徐々に展開していきます。もしホールディングパターンを作成したい場合、 FMS のホールドを押します。すでにホールディングパターンがある場合、このような画面が表示されます。新しくホールディングパターンを作成するため、ネクストホールドを押します。ホールディングパターンを作成したいウェイポイントの左側を押します。ホールドアットの左側を押します。ホールディングパターンの情報を設定します。まずインバウンドレグの方位を入力します。そしてスラッシュを打ち、右回りか左回りかを入力します。右回りの場合 R を、左回りの場合 L を入力します。インバウンドコースの左側を押します。エクゼキュートを押します。これでホールディングパターンが作成されます。ホールディングパターンから脱出する場合、もう一度 FMS のホールドを押します。エクシットホールドを押します。これで次にホールディングパターンの出口に到着した際、自動で脱出してくれます。ギアレバーを下ろします。速度を着陸用の速度144ノットに設定します。フラップを28度に展開します。PFD にローカライザーとグライドスロープが表示されています。オートパイロットの ILS を押します。ローカライザーを受信すると FMA にキャップが表示されます。スピードブレーキを元に戻し、アーム状態にします。ランディングギアを下ろしたので、オートブレーキをアームにします。グライドスロープを受信したため FMA にキャップが表示されています。もしオートランディングする場合はオートパイロットのオートランドを押します。今回は途中でオートスロットルとオートパイロットを解除し、手動で着陸を行います。アルタテュードセレクターを回し、着陸復降用の高度5000フィートに合わせます。ヘディングセレクターを回して方位を着陸復降用の184度に合わせておきます。1000フィートになりましたので、オートスロットルとオートパイロットを解除します。タッチダウンしたら、スラストリバーサーを作動させます。60ノット付近になったらスラストリバーサーをやめ、フットブレーキを踏んで減速します。
滑走路から出たこの場所で一旦待機します。パーキングブレーキをセットします。フライトディレクターをオフにします。スピードブレーキをディスアームにします。フラップレバーを一番前にします。 T キャスをスタンバイにします。クロスフィードバルブをオープンにします。オートブレーキをオフにします。パワーを押してウェザーレーダーをオフにします。テレインレーダーをオフにします。マウスホイールを使用してウィングランディングライトをオフにします。マウスホイールを使用してポジションストロボライトをポジションにします。 TRP のテストを押し何も表示されていない状態にします。 APU マスターをランそしてスタートにします。パーキングブレーキをリリースしゲートまでタクシングしていきます。ゲート前に到着しました。パーキングブレーキをセットします。 APU バスをオンにします。 APU エアをエアコンディショニングにします。エンジンイグニッションセレクターをオフにします。ピトヒートをオフにします。ウィンドシールドアンチアイスをオフにします。ノーズライトをオフにします。マウスホイールを使用してフューエルレバーをオフにします。フューエルタンクについてアフターポンプの右側を除いてすべてオフにします。エアクラフトサービスを押します。グラウンドを押し GPU と AC を接続します。外部電源を接続したためエクスターナルパワーバスをオンにします。 APU バスをオフにします。 APU のエアをオフにします。エアコンディショニングをオフにします。 APU マスターをオフにします。アンチコリジョンライトをオフにします。シートベルトサインをオフにします。エアクラフトサービスのドアを押します。フォワードメインとフォワードステアを押します。スタートアンボードを押して乗客と貨物を下ろします。フューエルタンクアフターポンプの右側をオフにします。ギャレーをオフにします。マウスホイールを使用してアクシュリアリーハイドロリックポンプとトランスファーポンプをオフにします。イマージェンシーライトをオフにします。禁煙サインをオフにします。マウスホイールを使用してポジションストロボライトをオフにします。外部電源をオフにします。マウスホイールを使用してバッテリースイッチをオフにします。以上で機体をシャットダウンすることができます。 MD-82 のチュートリアルについては以上となります。お疲れ様でした。複数回にわたりマッドドッグ MD-82 の飛ばし方についてご紹介いたしました。1万円を超える価格帯であること、また着陸時は本当に忙しくなる機体のため、誰にでもお勧めできるアドオンではありませんが、マクドネル・ダグラス機が好きな場合、ぜひ購入してチャレンジしてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。